つながるオンラインストレージサービスリコードライブ、社外との情報共有編。仕事をしていると社外の人との情報共有欠かせませんよね。メールにファイルを添付すると容量オーバーで送れないなんてことありませんか？またパスワード付き ZIP ファイルを送って、その後別のメールでパスワードを送っていませんか？ PPAP と呼ばれるこの送り方はウイルス感染や情報漏洩のリスクがあり、今大きな問題になっています。こうしたファイルの送受信に関するお困りごとはリコードライブで解決できます。早速ファイルの送信をやってみましょう。左メニュー、もしくはホーム画面のファイル送信をクリック。ファイル送信の画面が表示されました。右上のエリアに送信したいファイルをドラッグ&ドロップかファイル選択で指定して、宛先、件名、本文は必要に応じて変更していきます。ダウンロード回数制限や公開期限、ダウンロードされたらメールで通知も設定できるのは嬉しいですね。送信すると、送信完了画面になりました。メールを受け取った企業側ではファイルをダウンロードする URL が届きました。 URL をクリックするとリコードライブのメール認証画面が開きますので、メールアドレスを入力。メールにワンタイムパスワードが届きました。ワンタイムパスワードを入力するとダウンロード画面が表示されるので、ファイル名を確認してダウンロード。できました。でも送り先を間違えてしまうことありますよね。リコードライブならその点も安心。画面上の送信ファイル一覧をクリック。送信ファイル一覧が表示されました。間違って送ってしまったメールを選択して公開停止をクリック。情報漏洩を防げました。とっても助かります。ファイルはメールに添付されていないので盗聴のリスクを防げますね。多くの企業で課題となっている PPAP 対策としても効果があり、セキュリティ的にも安心です。またファイルを送るだけでなく受け取ることも多いですよね。そんな時に役立つのがファイル受信機能です。取引先にファイルをアップロードしてもらうための URL を簡単に作成できるんです。左メニュー、もしくはホーム画面のファイル受信をクリック。ファイル受信の画面が表示されました。宛先、件名、本文は必要に応じて変更していきます。アップロード回数制限や公開期限、アップロードされたらメールで通知も設定できますね。送信すると、送信完了画面になりました。メールを受け取った企業側ではファイルをアップロードする URL が届きました。 URL をクリックするとリコードライブのメール認証画面が開きますので、メールアドレスを入力。メールにワンタイムパスワードが届いたので入力すると、アップロード画面が表示されました。アップロードしたいファイルをドラッグ&ドロップしてアップロード。これでお取引先からのファイルの受け取りができました。ファイルが届いているかはファイル受信をクリック。受信ファイル一覧をクリックしたら、
相手から送られたデータがありました。ファイル名を確認してダウンロード。できました。リコードライブを使えば送信でも受信でも安心してファイルをやり取りできますね。リコードライブのつながる機能で会社の DX をご支援します。